しょ。行きましょう。パラダイス。それどれやったっけ前に。中パラ。中川パラダイス。なんとか無事に買い出しを終えた一同、レンタカーに乗り込んでトマソンスタジオに戻るはずが、ルートをそれたメンバーたちの運命やいかに、メディアの仕組みから災害にまで思いを馳せる DTM 参加スタートです。第3話 CD の C はちっちゃいの C。 いくぜ、いけるか、ハードロックマン、いくぜ、うん、どうでしたか今日のハードオフの感じは。こんな駐車場で帰り始める。ヒヤッとしたけどなんとかなったな。でもなんとなってんのかな。なって、いや、でもなったなった。やっぱ総合音源やろ、やっぱり全ては。そうやな、総合ではないけどな。総合音源を入手する。まあでもシンセがなって和音なるの、あれ和音なる、買ったキーボード。あー、そう考えるとなんか1万円での定石みたいなのが固まってきてしまったな。あ、これやらかした。あ、そう、前もやらかした。前と同じパターン、これ角間まで行ってまうやつが。逆走。じゃあね、じゃあね、あのここさ、もうここから出たらさ、もう橋やねんから。そう。イエーイ。行ってまうな、もう U ターン無理やから。これはいつもトラップやな。何回かかんねんって言わないで。強制的に男を渡らされて北上していくんや。そう、あの角間に。このキーボード、ほんまにどうしようかな、あのキーボード。音がほぼ一緒やからな、音色変えても。あれだけやっけ音源。そう。っていうか俺あのスピーカーの音でしか聞いてないからさ、 LINE でどういう音が発射されてるのか謎だな。めっちゃ貧弱かもしれんし、めっちゃクリアかもしれんけど、多分位相が天やで。ああいう系ってほんまに真ん中でなんか細い音が鳴る。音量どんぐらい入れてんねやろ、出力がどんぐらいかかってるのか。いや、LINE が使えへんくて、あれをこうマイクで撮らなあかんってなった時が一番だるい。けど俺自分の時マイクで撮った気がする。撮ってたな、うん。でもあれはさ、あの、なんていうの、ベースのドラムがさ、あーちゃんとしてたな。 MDR から出とったから、そこはしっかりしとって、あくまで上物落としてやから。そうやったな、ドラムか。マイク撮りすんのは結構ハードル高い気する。まあ、まずはマニュアルを眠い目をこすりながら読んで。もうすでに意味わからんかったよ。マニュアルあった？マニュアルあった。あったけど、豆腐さんもこれ聞いて使われへんわって思ってます。え、豆腐さん的には何してるんですか？仕事ちゃう。仕事。ひーちゃんはあれ前やった時、自分の敵としてはどのくらいの感触やった？なんか一番やりたくなかったことやっちゃったね。そうなん。そのさ、ギターとか、確かあの時ギター弾いてんけど、ギター弾くのってさ、その最後の切り札じゃないけどさ、まあなんとかなるっていう保証されてるようなものでさ、そのあんまり聞きなじみもないやん、こういう界隈ってさ、ああいうのギター弾くのとかさ。だからなんかなんとなくいい感じに聞こえちゃうっていうところで、こうなんか変に担保されちゃう。そう、あのちゃんとできへんから、ああいうことをこう あれに甘んじてしまったなみたいな気持ちでおる。最も世間に近い位置から初めて離れていくっていう意味では良かった。ああ、まあ第0回やからな。そう、あと曲ができへんかったら思んないしな。そう、とりあえず曲を完成させれたのはまあ良かったかなっては思った。あの初回のあの日で俺とかみたいに時間がかかったら全員もうやめようかってなってたよ、この企画自体が。けどこの企画ってそのクオリティよりもなんかその人の個性みたいなのが嫌でも出るからさ、そのいい悪いっていうよりなんかこういう引き出しなんやみたいな。最後さ、なんか選択肢をどん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 手と足もがれていった時に最後に残るのってなんか、何なのかみたいな。そう、その時に出る手癖みたいなのは結構なんか必然的にそういうのが出てくるのかなとか思った。自分の場合はああいうことしなあかんかったし、有村くんは最後にリバーブかけるみたいな。手引きでやってスクリューするみたいな。でも最後でもそうだよな、よりどころの最終手段がやっぱ最後一番自分のこう信じてるもん、そうそうそうなってくるっていう意味で、すごいなんか自分と向き合わされる時間なんかなっていう。関戸場がそういう意味で今日なんか最後どうなるのかなっていう。どうなんやろな、一番最後の手段として俺何を選ぶんやろな。だってさ、結構音源とかにも強いこだわりある方やと思うね。
あの席飛ばって、でその中でさ、もうサウンドメイクに関してはもう妥協するしかないやん。マテリアルそうね、あの音色に対してさ、あの頓着がない人って結構いるじゃないですか、うん、作曲は好きやけど音色には興味ない人ってっていう意味でやっぱ、まあ、セキトバはやっぱ一番音色に興味あるから、うん、シンセサイズすることが今回難しいから、うん、ありものであった時にどこでその最後自分らしさを、まあ、勝手に出んねんけど、まあ、そこでやっぱそのセレクトの妙が出るんやけどね。あとは今回マルチエフェクターがあったからな、そうね、正しく機能すればの話やけど、ちょっと空間系とかでね、なんか逆にでもあれ機能せんかったらまあまあひどいことになるGM が揃ってないもんな、ジェネラルミディ音源あれ何の音色か聞く通りやったよな、うん、なんか一応音色の名前はあるけど、名前はあるけど全部音がやっぱさ、うん、電話変わったけど同じやつやんけみたいな感じやあれどういう発声方式なんやろうか。だってなんかちょっとさ、音がだいぶさゲームボーイっぽかったから、下手しい音源チップ入って、それ発生してる可能性あるよね、あれ PCM なのかな、あれ PCM っぽくなかったよな、なんかちょっと何もなんでもちょっとチップチューン味があったから、まあ、スピーカーのせいでっていう可能性もある。そうそう、それもあんねん、それもあんねん、スピーカーがやっぱゲームボーイライクね。カシオの僕 SK-1 とかさ、 あの当時のまあスピーカーからも出るし、ミニプラグアウトで出るやつとか結構持ってるけど、やっぱ音は悪いね。悪いってすごいロービットサンプリング、味があるって言ったらまあ味はあるんやけど、前に抜ける音では絶対ない。でもたまにそのロービットがギザギザした感じ出してて、すごいなんか全体の中で存在感あるやつもあると思うよ。せめて細かいイコライジングできるんやったらいいけど、今回それもないからな。細かいイコライジング、でも全部の音があそこから出るわけやからな、その勝手になんか馴染みはするやろうね。確かに俺ら世代ってさ、ああいうなんての3バンド EQ のみにイコライジングするみたいな、最初からあのさ、そうなんや、パライコ、うん、パライコ18やったり30やったり、パライコの方が後やもんね、僕らって。そうね、っていうかあの EQ の後ろにスペアナベルみたいなのもさ、まあ、もう当たり前の機能としてあるしてるけど、あれってほんますごいよね、めちゃめちゃ楽やったもんな、初めて見た時不明やもんな。 REQ とかスペアナつけてほしい。だから REQ のあの感じやったわけやんか、うん、ルネサンス EQ ね。あの EQ のさ、昔のインターフェースちっちゃすぎるやん、あれちっちゃすぎてか、あれまあ昔の解像度に合わせてソフトが設計されてるから、それはちっちゃなるんやけどさ、今のレティーナディスプレイとかでしょ、まあ今アップデートされたけど、 VST ってさ、ほとんどの VST さ、サイズ変えられへんやん。最近のは変えられる、最近のは変えられるけど、昔のは変えられへんな。なんかそんな難しいことなんかなとか思ったりもしてんな。っていうか、そんなに世の中でガソがどこまで画素数が上昇するかを予想できるかやからな。あ、だって 何歩かけ何歩で設計するわけやからさ。そうやな、イコライザーとかは無限にでかくなってほしいけどな。そうやんね、全画面できて嫌んな。今日は何時に帰れるかな、今日帰れるかなって。今日は目標時間何時だ。いや、まだ全然計算できひんわ。理想、理想は17時からスタートするってゆっくり考えて、ああ1時間で MTR の操作を覚えて、そうね、そうね、覚えて MTR の操作を覚える18時ちょっとセッションしたくて、なるほど、いろいろ試す機材を試す時間が1時間で19時そうで、作るの2時間22時うわ、それでもでもそうやな、結構ないな時間って、うん、音楽制作機材に MD が登用するっていう感覚。最終的に MD で納品するちゃうやん、ステレオアウトからそうそう、インターフェースに録音するMD 渡されても困るわなでも MD ちゃんとハードオフは新品が売ってるんやね。
新品やったね。いや、デッドストック。あ、デッドストック。ごめん、新品ではない。未開封。未開封の。いけるんかな。あ、でも保証。意外と寿命あるやんさ。フロッピーとかもさ、俺あのさ、さっきピアノがちょっと喋ってたんやけどさ、MD のさ、仕組みを知らんのよ、マジで。で、電磁やんな。磁気な。磁気じゃないよ。何が、全然知らんねんな、MD の仕組み。アナログではないでしょ。アナログではない。でしょ。デジタルデジタル。じゃあもう磁気じゃん。え、ちっちゃい CD やと思ってた。そうやんな。そのまあ構造的には。そういうことないだろうけど。CD の C はちっちゃいって意味なのに。あ、確かに確かに。でもミニやもんな。え、な、何の略？ミニディスクやったっけ？MD って。あ、ミニディスク。何に対してコンパクトやったりミニやったり言ってやる。そうだね。あのレコードや。すべてダイヤルが対象だ。ダイヤルがそうやそうや。そりゃそうか。じゃあ書き込み方は CD と一緒なんですかね。そこはねちょっと分かんない。高額いやなんかどうなんやろ、ほんまに知らんなの。知らんから興味を持ったことない。まあいっぱい時間あるから調べとこ。そうだね、なんか俺ら周りは調べたりあと容量どれぐらいいけんのやろね。そうだ、ね、4トラックで37分とか使ってたからさっきマニュアル見たら。筐体は綺麗やったし、筐体綺麗やったし、なんせ動作もジャンクじゃないから今日、うん、でもなんかついにあのハードディスクドライブではない MTR が登場したね。そうね、そうね。でもさ、ハードディスクよりもさ、なんか計算できる。いや、MT だからな。続いて、その、比べようがないよね、わかんないか。なんかハードディスクの故障ってさ、もういかんともしがたいやん。うん、でも MD やったら今から上新で、あ、でも上新って新品の MD はないか。あと書き込み速度とかってさどうなんやろな。そうだね、そうだね。俺だからさ、カセットはわかんねえ、あ、もうアナログやからさ、リアルタイムで。あー、 MD にリアルタイムで録音できるの。眠くなった。ここの温泉めっちゃいい感じですね。いい感じだった。うん、銭湯、温泉、新庄温泉。ここなんか温泉綺麗だよね。だから新庄温泉って書いてある。地震来た、危ないな。どういうこと？すぐ災害のこと気にする。すぐハザードマップ思い浮かべた。全部の場所の水位気にしてるもん。いやでもなんか明日からその地震計あるとこ行くんですけど、あ、めっちゃなんかラド温泉でめっちゃ有名なとこなんですよ。異常にハザードに興味がある理由は何なの？何なんやろ。だいぶ防災意識なんですか？防災意識っていうのとはまたちょっと違うねんな。いや、やっぱ行き止まりやった。サバイバル意識か。まあでもサバイバルに近いかもな。どっちかっていうと防災っていうよりはサバイブしたい。サバイブしたいっていうか、完全にナビったもさ。基本俺街歩いてる時でもいつ背中から刺されてもいいように準備してるから。まあそれはなんかいろいろあったからとかじゃない。それ関係ない。あ、それ元から。うん、昔から。それなんか過去のトラウマで何かがとかでもないもんな。そういう育てられ方をしたからやな、じいちゃんに。観察の言い方して、うん、常に最悪の状況を考えとかなあかんのやってずっと言われてたから。でも関東はって何をするにしてもやっぱ備え派やん。もうほんま準備 100%。 そうだ、そうな人間ではないからな。なんでどうにかなるやろ、ガハハではないからな。豪傑、そういう意味での豪傑ではないからな。そう考えると今回その備えるにも限界がある感じっていうのは結構災害やからな、これ使いかなあかんからな。人災やスリーズハードウェアは災害。災害っていうか、なんかの桃鉄のなんかさあ、もうそうね、突発イベントみたいな。やっぱサイコロ振ってさ、スリの銀さんみたいなやついたやん。いたいたいた。全てそういうことやから、あれスゴロクって。スゴロクが今回って何の目が出て1万やったっけ。4の目が姿勢が4で1や。惜しいね。なんか分からんけど惜しくもね。俺もそうだね、1で1じゃなくてさ、なんか中途半端な数字でさ、あのヘボイカでもらうの一番だるいからな。美味しくもないもんな。美味しくもないからな。でもやっぱ1万と2万の差はでかいわ。新田さんはそんなないかも。でもこの1万の開きってだいぶ差あるよね。5000円とかやったらさ、まだなんかワンランク上ぐらいあるけどさ、1万やともう2ランクぐらい上やんな。本当に下2つずつで計算してほしいわ。 4で1じゃない。左方向です。俺の時しかもさ、ベータ版かやったからさ、6万まであった気がするんですよ。そうね、普通に 1×1 万やったからな。
6万ってもう家の機材よりいいかもみたいなぐらいになってくる。6万やとな、あのサウンドレコーディングマガジンのビギナーズガイドに載ってる機材買えるからね全部、うん、ついパソコンさえあれば、まあ、パソコンがあるからやっぱりちょっと話変わってくるけど、そこで殺すわ。あ、もうここか。はい、それじゃあ機材搬入しましょう。よいしょ。よー。はい、そういうことで買い出しをお疲れ様でした。はい、疲れたよ。マジで。マジで疲れたよ。こんにちは、トムググです。第3話が終わってもまだまだ制作が始まらないシーズン4。次回は関戸場くんがゲットした謎の機材たちを紹介。1万円でゲットした機材のラインナップとは。結局わからなかった MD の仕組みは各自で調べてほしいですね。私は高校生の時 MD ウォークマン大好きでした。ところで私トムググは Away With Me というレイチェル J をフィーチャリングした愉快な曲をリリースします。ぜひお散歩するときとかに聞いてください。スリーザハードウェア、次回もお楽しみに。